びっくりです。今回は船での移動なんですね。今回のスポットは前回の知念岬からすぐ近くの阿座間港からフェリーで30分。船旅ってワクワクします。海に囲まれた沖縄ですからね。こういう旅もぜひ味わってほしかったんです。おっと、そろそろ到着するみたいですね。降りる準備をしましょう。はい。今回の観光スポットはこちら、久高島です。前に行った大島とはまた違って、本当に海を隔てた離島って感じですね。この島の全長はおよそ 8km。 もちろん人も住んでいる島で、貸し自転車を利用すれば2時間ほどで一周できますよ。ここはどんな島なんですか？一言で言うならば、神の島です。神の島って？この島は琉球、すなわち沖縄が誕生したきっかけの存在である奄美清が初めに降り立った島、すなわち琉球の始まりの島と言われているんですよ。この島が沖縄の始まり。前に行ったセーファーウタキと同じ神聖な場所であるウタキがこの島にもあります。そこは立ち入り禁止なので、散策するときは気をつけましょうね。あ、はい。またこの島のものは自然の木々や貝殻の一つまでが神聖なもの。島の外に持ち出してはいけないんです。すごい場所なんですね。緊張してきました。とは言っても、靴についた土まで置いていけとは言われませんので、ちゃんと気をつけていればのんびりした素敵な場所ですよ。島にはどんな場所があるんですか？特に見ておきたいのは島の北にあるカベール岬。ここが先の奄美清が降り立ったとされる聖地なんです。神秘的な場所。もちろん気軽に回れるスポットもあります。集落にある食事処を訪ねれば、神様の使いでもある海蛇のイラブーが食べられます。海蛇食べちゃうんですか？神様からの貴重な使いですから、感謝してありがたくいただきましょうね。さて、神の島久高島を訪れた感想はいかがですか？神話と暮らしが密接に関わる沖縄のルーツを感じられた気がします。貴重な体験でした。うん、花丸100点。観光協会のパンフレットに載せたいくらいの素敵な感想です。どうですか、観光客向けのチラシとか書いてみません？それって久高さんのお仕事なのでは？